おはようございます。今日は日曜日です。で、休みです。休みだとバイクで出かけて、観光してるんですけど、今の季節ね。でもね、バイクってね、歩かない、体に良くないんで、今日はね、電車の旅に出かけようと思います。岡山っていうとね、この中国地方でやっぱりね、代表的な駅、代表的なね、いろんな鉄道の始発駅となっているので、それを、巡ってみようと。で、ぐるっとね、回るコースを見つけたんです。環状線のようなね。それはね、姫路まで赤穂線で行く、そして、山陽本線で岡山に帰ってくるんですね。はい。ではね、駅まで歩いて行ってみましょう。遅めの食事を食べました。午前8時ぐらいね。で、洗濯して、干して、で、パソコンとかを充電しておきながら、外出してます。で、現在時間は、9時、45分。おっと、リシャール・ミル、ラファエル・ナダルです。ね、ラファエルです。で、午前中ぐるっと回って帰ってきて、お昼に、大本駅で食べたいなと思ったんですね。で、そこからテクテク歩いていくと、大回り乗車ってやつがね。で、一区間で、電車の旅が楽しめるのかなと思ってます。初乗車ですね。今まで岡山で電車に乗ったことあるっていうと、新幹線で大阪、もしくは、あれだ、高松、マリンライナーですね。この2路線ぐらいですね。それ以外は実は乗ったことがないです。あと、この路面電車ね。路面電車ぐらいですね。じゃあ行ってみましょう。あ、岡山駅に着いたぜ。あ、そうだね。これね、桃太郎の写真撮りたかったの。岡山。じゃあ、まず、桃太郎の写真撮って、で、鉄道系カードのチャージを行って、ジャイアレスに乗ってきます。桃太郎。岡山駅、新幹線。その向こう、隣が、一本隣がね、在来線。新幹線は乗らない。在来線で、入って、します。同時で、赤穂線に乗りました。人がね、交差で茶色くなってる。便利すぎる。こちらの特色ね、ところどころ、後ろみたいなのが立ってます。旭川、後ろが遠くに見えますね。で、私が住んでるところ、見えるかな？ギリギリ、ギリギリ、見えるような、見えないような。お乗り換えです。しましょう。まもなく吉ヶ添に入れます。お足元にご注意で、ください。山陽本線と赤穂線が分かれま車す。内にお忘れ物なさいませんよう気をつけてください。駅前はね、ここ建てしかないね。これが東横浜駅です。
次にね、なんて言ったかな、見えるかな、どこ行った、スタミナ太郎、スタミナ太郎、スタミナ太郎、あ、なんだ、ちょうどピンク色の建物がそうだな、電車早いね、スタミナ太郎、皆さん、まもなく大空です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。列車とホームの間に少々隙間がございます。お足元にご注意ください。スタミナ太郎あれだね、電車で来れないな。仕事でね、最大時は車で来るんです。初めて電車で来ました。駅前はこうやって、岡山からね、20分ぐらいで来る。車だとね、街道がね、片側車線なんで渋滞してますね。だから電車の方がいいんじゃないかな。駅前の駐輪場がすごいしっかりしてる。西大寺駅裸祭り結構みんな降りる、はい、西大寺出ます。みんな降りちゃった。最大時までなんですね。学校があるのかな。ジャージ姿の学生さんがみんな来てた。次は大波です。お出口は右側です。そういうなんだろうね、欲しいがさ、マセックセンターが見える大きなね、屋根なんですよ、最大寺。まあいいからね、結構あるから見えないか。最大寺を過ぎると、もう駅前からね、電源降ってですね、ちょっとね、マンションはない、ちょっとね、戸建て、この辺、住んでも別にね、岡山まで出勤出るし、できるし、いいね。右側です。ドアから手を離してお待ちください。駅
駅前は必ずね、駐車場、駐輪場。で、鉄筋の建物はなし。で、奥って言うんだ。晴れてきました。ちょうどね、黄砂の横でね、窓ガラスが砂まみれになっている。で、1回目の乗り換えポイント、長船駅にもう少しで着きます。ちょうどね、運よくね、濡れたんですけど、まあ、すごく良かったんだけど、今現在、時間は、9時24分。次54分、30分待って、54発、あ、攻撃が来るそうですよ。まあ、しょうがない、待ちましょう。長船駅。これ、ダメだわ。やっぱりね、車で行かないと。まもなく終点、長船です。お出口は右側、一番乗り場に着きます。ドアから手を離してお待ちください。車内に忘れ物、落とし物、なさいませんようお気をつけください。到着はこの列車は折り返し岡山方面の列車となります。折り返し終点の佐久根です。お忘れ物にご注意ください。質問だったらここまでだな。ただね、駅前ね、何もない。自転車もからがって出来たてなのかな。駅に入ります。わ、駅前ね、戸建てしかない。乗り換えましょう。